こちら4月19日に公開しました映画機関車トーマス大冒険ルックアウトマウンテンと秘密のトンネル見てきました。はい、しかも今回はね、葵くんとカヤナちゃんと奥さんと、4人で見てきましたね。3歳のカヤナちゃんがついに映画館デビューということで、まあちょっとね、今回のもなかなか面白かったですね。ということで、ちょっとね、ネタバレ注意なんですけども、簡単なあらすじをご紹介しましょうか。それでは、これから見る予定のある方はぜひともスキップして違う動画を見てください。超簡単版機関車トーマス大冒険ルックアウトマウンテンと秘密のトンネル。はい、トーマスとパーシーがですね、仕事のためお山に行きました。お山に行くとなんと地鳴りが鳴ったり、運ぼうとしていた貨車が消えてしまっていた。二人は不思議に思い、これはもしかしたら怪物がいるのかも、モンスターがいるのかも、幽霊かも、どん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 話が大きくなっていって、ルックアウトマウンテンにはモンスターがいるんだということで逃げて帰りました。仲間にね、相談をします。サンディとカーリーはいませんが、いる設定でね、みんなにその相談をすると、あらららら、これは何だと、よくわかんねえなということで、物知りのリーフが来て、いろいろ教えてくれますね。そして、都道府の大冒険チームということで、二手に分かれて、山を捜索しに行きます。鉱山の方とルックアウトマウンテンと縦に分かれて行くわけですね。ビーフは行かなかったね。うん。そして片方のチームは、こっちの山にね、たどり着いて、まあ冒険ですよね。山の中に入って、ああだこうだしながら、こっちの方も秘密のね、入り口をこんなところから発見したりして、はい、洞窟の中に入っていくと。やっぱお互いにね、こう、すごい地鳴りが響いたり、パーシーとトーマスが言ってた噂は本当だったんだみたいな展開になってきたり、まあ、クリスタルとかね、鉱石なんかも出てきたりして、結構綺麗なシーンも多かったですが、はい、最終的には二人とも、あらー、地下で繋がったんだーという感じでですね、はい、出会うんですけれども、そして、ついに、ドバーンと、ダッシュが出てきて、うわー、最初はみんな逃げるんですよね。うわー、モンスターだー、逃げるんですけど、自分もダッシュも誰がモンスターだかわかんないから、自分も逃げるんですよ、一緒に。そこら辺ちょっと可愛かったですけど、誰がモンスターなのよーって、いたーって、どことかね、一緒になったりしてね。はい、そんな感じで、あ、ニアを忘れてた。そうそう、ニアも、ね、出てきましたね。そして、ニアが、あー、気づくわけですね。あー、あなたはモンスターじゃないわねー、と。はい、そしてみんなと、誤解が打ち解けたダーシーは、仲良くなり、みんなとね、久しぶりに地上に出て、ソドー島をちょっと観光するみたいな。まあ、ざっくり言うとそんな感じの内容かな。うん。前回のね、夢のソドーチャレンジカップだっけとはまた違って、レース的な要素というか、機関車的な要素はあまりなかったですけどね。乗客を乗せたり、こう、貨車を運んだりとか、そういうシーンはあまりなかったですけれども。まあ、はちゃめちゃでしたね。まあ、本当に。もうほとんど線路の上にいなかったんじゃないかなって思うね。ブルーのサンディとかカーリーとかね。まあでもあそこら辺が本当やっぱいいキャラクター設定で、やっぱクレーンのアームでね、いろんなものを取ったり、スイッチを切り替えたり、まあサンディの小柄な体型を生かしてね、あちこち飛んでったりね、いろんなアイテム使ったりとか、うん、なかなか、見どころの多いあのキャラクターって感じでしたね。まあ 2D トーマスには欠かせない2人なんじゃないかなって改めて、はい、感じさせてもらいました。そしてほんとね、なんだろう、やっぱディーゼルがもう全然悪者キャラじゃないのね。こっちサイド、ダークサイドじゃなくてもこっちサイドの。しかもちょっと臆病キャラクター設定なんでね。パーシーはもう全面的に臆病からキャラクターなんだけれども、ディーゼルは、強気ではいるんだけど、心の中は誰よりも実はビビリっていうところが結構垣間見えますね。カナの、すごいスピードも最後の方でちょっと発揮されたりしてね。まあそんな感じで、うん、まあ、個人的にはそうね、みんなこの6種6様の個性の生かされた、そんなお話にもなってますし、最後の最後でエミリーとトップハムハットグがチラッと出てくるね。あとはヘンリーとかも出てこなかったし、結構少なかったね、登場キャラクターとしては。本当に少なかったと思う。ということで、ウィフなんかもほんとちょびっとしか出てこなかったね。もっと出てくるのかなと思ったけど。うん。中間とラストちょびっとぐらいかな、ウィフが出てきたのは。まあそんな感じの 2D トーマスの今回の新作映画でしたが、皆さんは見ましたでしょうか。今回はね、イオンシネマで見たんだけど、日曜日の朝8時50分から上映で見たからか、ゴールデンウィーク中だからかわかんないけど、僕らの他にあと2組ぐらいしかいなくて、めちゃくちゃガラスキーでね、
見やすかったね。結構カヤナちゃんなんか最後の方はもう飽きちゃってあちこち歩き回ってたけど、うん、全然迷惑にもならなかったし、まあ、実際70分ね、まあ60分ぐらいか、60分ぐらいだったけど、もう本当あっという間だね。うん、あっという間な映画でしたね。はい、まあ、こんなサンバイザーももらえたりとね、あちこちとコラボしてるみたいです。今日はね、牛丼を買って食べてみたいと思っていますが、皆様ゴールデンウィークもね、楽しくお過ごしくださいね。それではまたご覧ください。バイバイよ。